資源はほとんど輸入しておりますので、隔りないほど高い水準にあのありますので、これ非常に心苦しく思っております。中部電力は昨日6月の電気料金を5月より42円高い8,256円に値上げすると発表。燃料価格の高騰などによるもので値上げは10ヶ月連続です。林金吾社長は今日の会見で調達先を多様化してリスクを軽減していくとコメントしました。 また、去年4月から今年3月までの連結決算は、燃料価格高騰によるコスト増の影響などで8年ぶりの赤字でした。今後の業績見通しについては、ロシアのウクライナ侵攻の影響などにより未定としました。